前に行かなきゃいけないですね。松本さん、まさに今、さん見えていると言っていいでしょうか。そうですね、自分はやるべきことが分かっているので。そのバックスの鈴木さあ、それからラウンドインでちょっと気になったんですけど、もう外に流した水をだいぶ飲んでましたね。鈴木選手は肩に息が上がってだいぶ呼吸も荒くなっていたのが少し。パンチで反撃に出るか。一方しかし小馬鹿なパンチからチャレンジャーも後ろには下がらない。左に対してのガード、あるいは距離、テンポ、そういったところチャンピオンが修正してくれたという第2ラウンドです。松本さん、はい、チャレンジャー鈴木サイドなんですけれども、はい、左のフック、左のアッパーが非常に長田としては距離という点ではどうしていく戦術でしょうか。入り方が単調なんで、はい、こうやって強引に入るのもいいんですけど、ここも追いかけて、このコンビネーション前に出てワンツーあるいはボディという、そうですね、そのアッパーという声がこのラウンドから非常に多く飛んでますね、はい、そして後ろに下がらなくていいんだという声も飛んでいます、はい、今度は左ストレートだ。そのアッパーをその前のパンチで右のボディで見舞って置きながら、行きながら左のストレート、左のクックが何度もチャンピオンの顔面を捉えている。そのカウンターを狙っている。赤いグローブがチャンピオン永田大志、2度目の防衛戦です。ただ第1ラウンドからチャレンジャーストレート、左ストレートはもう一回ワンツーだ、もう一回左だ、気持ち出さないとダメですよ。ようやく自分の人生が見えたというふうに話をしていました。見えてその道筋、ここで明け渡すわけ